127時間は、ダニー・ボイル監督、脚本、制作による2010年の映画作品である。登山家のアーロン・リー・ラルストンの自伝、奇跡の6日間を原作としており、ジェームズ・フランコがラルストンを演じる。共同脚本に、サイモン・ボーファイ、共同制作者に、クリスチャン・コルソンなど、スラムドッグドル・ミリオネアのスタッフが再結集している。2003年4月25日金曜日夜。 アーロン・ラルストーンは、ユタ州のキャニオンランズ国立公園に、キャニオニングに出かける準備をしており、妹からの電話も無視して出発した。翌朝彼は自転車で走り、その後は徒歩で目的地を目指した。道中、道に迷っていたクリスティとミーガンの二人と出会い、アーロンはガイドを買って出た。彼は面白いものがあると言い,い、幅の狭い峡谷を通って、地下プールへ案内した。 三人はそのプールに何度も飛び込んで楽しみ、ビデオカメラでその姿を撮影した。遊び終わった二人は別れ際にアーロンをグリーンリバー町外れでの明日のパーティーに誘い、彼は出席を約束した。しかし彼女らは本当に彼が来てくれるのか疑問に思った。アーロンがユタ州中部グリーンリバーの町付近一帯のサンラファイルスウェルと呼ばれる地域にある。 目的地のブルージョンキャニオンというスロットキャニオンのキャニオーニングを楽しんでいた最中に岩と共に滑落して右手が岩と壁の間に挟まれてしまう。アーロンは身動きが取れなくなり大声で助けを呼んだが周囲に誰もいなかった。アーロン一人の力では岩はびくともせず岩を削ろうにも持っていた万能ツールのナイフはまるで役に立たなかった。彼はボトル一本の水と わずかな食料で食いつなぎ、そしてビデオカメラに様子を記録し始めた。岩を崩す試みが無駄とわかると、今度は挟まった自分の右腕を切り離そうとし始めるが、ナイフは皮膚を切ることすらできないくらい鈍いことがわかる。次にアーロンはナイフを腕に突き刺すが、骨を深く切れないとわかる。また彼は水を飲み干すとやむ得ず溜めていた自分の尿を飲んでしまう。彼が 自分の命が死にゆくのを感じ始めると、ビデオ日記は、ますます狂っていった。彼は、自分の家族、元恋人との思い出、事故前の二人のハイカーのことを夢に見始めるようになる。死を目前にし、彼は、これまでの人生の全てがこの強国での孤独の状態に向かうように運命づけられたのだと悟るのだった。翌朝には自身は、死んでいるだろうと思ったが、夜明けにまだ生きていた。 その後、すぐに、挟まった腕をねじって力を加えることで、前腕部の2本の骨を折ることができるのではないかと、直感して実行に移したが、彼の持っていた15ドルの懐中電灯を買った時に、おまけでもらったナイフが短かったので切断には1時間ほどかかった。腕の切断に成功した後、長く止まっていた狭い渓谷を脱出して、垂直の壁を片手で、懸垂加工し、 見つけた水たまりの泥水を浴びるように飲んだ。真昼の太陽の降り注ぐ中、8キロメートルほど離れた車を目指し歩き通したが、その道中にバカンスに来ていた家族に遭遇した。彼らは救助を要請するために急いだが、間もなく捜索中だったレスキュー隊のヘリコプターが到着し、救助されたのだった。カッコ内は日本語吹き替え映画の序盤で、 ラルストンが二人のハイカーを秘密の天然プールに案内し飛び込む場面があるが、ラルストン本人は、強国には常に危険が潜んでいると、事実ではないと述べている。だが、このような変更点はあるものの、残りの部分についてはドキュメンタリーに近いほど、正確であるとラルストンは評している。ダニー・ボイルは4年間にわたって、ラルストンの遭難映画を作りたがっていた。当初は、 ドキュメンタリー映画としての制作が予定されていたが、ボイルはドラマ仕立てでの映画化を提案した。ボイルが映画のトリートメントを書き、そしてサイモン・ボーファイがスクリーンプレイを執筆した。ボイルは本作を動かないアクション映画と説明した。2009年11月、ニュース・オブ・ザ・ワールドは、ボイルがラルストン役にキリアン・マーフィーを希望していると報じた。2010年1月、 ダルストン役はジェームズ・フランコに決定した。撮影は2010年3月にユタ州で始まった。撮影にはフィルム用、スチリル用、デジタルの3種類のカメラが使われた。オイルはダイアログなしでフィルムの最初部分を撮るつもりだった。2010年6月17日までにはすでにポストプロダクションに入っていた。2010年のテルライド映画祭。 トロント国際映画祭で上映された。2010年10月28日には、ロンドン映画祭のクロージング作品として上映された。アメリカ合衆国では2010年11月5日に、限定公開された。日本では2011年6月に20世紀フォックスとギャガの共同配給で公開された。テルライド映画祭、トロント国際映画祭では、 ジェームズ・フランコ演じるラルストンが自らの腕を切り落とすシーンが映し出されると、鑑賞中に気を失ったり発作を起こした観客が数名いたことが報じられた。オランダでもプレス死者中期を失う者がいた。127時間は多くの批評家から称賛された。ロッテントマトズでは202人のプロの評論家のうち93%が肯定的な論評をし、 平均点は10点満点で8.2点,点であった。さらに同サイトのトップクリティックスの中では32のレビューで91%の支持を得た。またメタクレティックでは37のレビューで100点満点中87点だった。シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーは映画を A とし、フランコの完璧な演技はオスカーノミネートに値すると述べ、過去10年間のベスト作品の一つと評した。 また、ロジャー・イーバートは4つ星満点を与えた。ありがとうございます。